ハンダダ祭りとは、愛知県ハンダ市において5年に一度、10月第1週の日曜日と、その前日の土曜日に行われるイベントである。直近では2017年の10月7日8日に、行われ、約54万人が訪れた。ハンダ市内に現存する、住地区31組31両の千下型の出しを、神事とは関係なく、同市篠野の目町にある。 ハンダ市役所近辺の駐車場に集める祭事である。1979年5月5日に、ハンダ青年会議所の設立15周年、記念行事として、第1回が行われた。その後、青年会議所内に、ハンダ出し祭り保存会を発足。1987年10月11日に、ハンダ市政50周年記念事業として、第2回ハンダ出し祭りを開催。 この時に、以後、5年に一度祭事を開催するよう決定した。半田青年会議所15周年事業を決定する。際に、半田市内の出汁を一箇所に集めてはどうか、との意見が出、採択された。第1回目出し祭りの行われる数年前より、青年部の委員が格出し組織を回り、調整を図ったが難航した。半田市内には、犬山祭りや、 高山祭りなどのように大きな敷地を有する神社がなく、神事として出汁を集めるという大義名分が作れず、神事に深く関わる出汁を神事以外で引き出すということ自体に反発があったからである。会場予定地も当初青年部が考えていた地区が下半田地区であることから他の地区から反発が相次いだ。特に神社の格式が高い亀崎地区では、 もし集めるなら、県舎に持って来いと引かず、また、板山、柳鍋新殿地区は、下半田から遠く、三家は、見送りとの返答であった。その折に、一部からどこの地区にも属さない十一号地に、ある公園を会場にしてはどうか、との意見があったが、ほぼすべての地区の出しの最も低い高さが、十一号地の入り口にある、唯一の道路をまたぐ、 鉄道橋よりも高いため却下された。結局は、半田市役所裏の駐車場に会場が決定した。しかし、市側が提示した、各田市組織への運行などにかかる、処刑費への寄付金が全組一律であったため、距離のある亀崎地区や成岩地区が反発。距離を正確に測り、その距離に応じて出すべきであると、意見が出るなど、一時会合が紛糾したが、 会場に近い地区が寄付金受け取りを拒否し、その分を遠方に回すという形で収まった。こうして会場や日程なども決定したが、依然として、板山、柳鍋新殿地区の参加が危ぶ生まれていた。結局、この地区では予定日の直前になって参加を決定した地区が多く、中には予定の前日の夜になってから参加を決定し、夜を徹して、 ダシを組んだ組もあった。こうして、イベント当日までに、何とか全組のダシが出場することになったが、トラブルが皆無であったわけではない。特に、亀崎地区と板山地区においては、イベント前に、青年会議所との話し合いが何度かなされたが、一亀崎地区のダシを通すための、一時的な信号機の撤去、二次動車道の高架橋を潜れない。 板山地区の出しのトレーラー搬送の2点において了承を得ることができず、結局当日強行的に行った。亀崎町については即日中に修理を行うよう指示があったが、トレーラーについては白米による巡回があったものの、それ以外は注意もなかったようである。ありがとうございます。